こんにちは、中本まなみですと、ほんじゃらけレイタピです。イエーイ。ということで今回はレイタピさんと川越食べ歩きデートということで今回はレイタピさんと2人で川越までやってまいりました。イエーイ。すごい、意外と車で1時間半くらい。そんなかかった？そんなかかってない。渋滞もあってちょっとまあ遅れたかなって感じなんですけど、思った以上にさ、すごくない、うん、すごい、ちゃんとあのしっかり設備されてた。何、思った以上に食べ歩きだったよね、うん、雰囲気がなんかどんな感じなんだろうって分からずさ、車で通ったらもう明らかに京都の食べ歩きですみたいな道が出てきちゃって、そう、鎌倉とは全然違かった。そう、まあ、ちょっと歩きながらブラブラしながら見ていきながら、まあ、食べるメインね。ちょっと本日歯の矯正がありましたね。締めたばっかりでちょっとロレスが喋れないよね。そうです、あの刺さり、ワイヤーが刺さりながら喋るというベロにね、はい、痛いやつね、ことをやってます。はい、はい、じゃあまあ慣れるんですけど、はい、という感じでよろしくお願いします。レッツゴー。とりあえず、うん、アメ細工、アメ細工の整理券を取りたくて。え、でも絶対さ、やばいかな、やばいかな、2時間くらいだったら待てない？待てる。すごい魅力的、なんかやば、素敵、すごい、なんか街並み素敵、人だらけ、ね、ほんとなんか地元のお祭りみたいな、ね、あー確かに確かに、いいね、いいね、すごい、うん、入れるんだよ、ね、え、でも一番のお目当てタコせんかいね。え、なんだろう、え、猫まんま。あ、確かに、あそこ、あそこじゃまず一番に行く。そうね、今も食べたい。うん、絶対食べたい、あれ。え、すごい、絶対さ、わーってやって、あ、じゃあこう、わーってやっていくよ。どういうこと？手で、あっち行くよ、あっち、あっちに通せ、せーの、わー、あー、そういうことね。難すぎるだろ。すごい、すごい、本当にトトロがいる。すごい、ジブリだって、うん、ジブリなんとか行きたい。ジブリパーク行きたい、ね、行きたい、こっち行きたい。でもめっちゃ並んでそうじゃない。そうだし、多分、うん、なんだっけ、あと年内のさ、うん、整理券終わってるよね。整理券、そうなん、整理券予約、あー、なるほどね、行けません。わ、なんかここめっちゃぽいよ、うん、雰囲気ある、うん、写真にベストじゃない。めっちゃそうなの、ね。あ、オカルドーナツってことはさ、もう近いよ、猫まんま。近いかな。あ、こっち曲がってもあるよ。確かに。え、なんかやばい、この世界線。まあ、まず猫まんまじゃない？今日ちょっと女の子すぎてさ、うん、こう、え、すごい似合ってるよ、本当に。ここにさ、似合う、似合うじゃん、あの、うん、映る自分が自分じゃない。え、可愛いよ、リボン。これマナママがつけな、つけなって言って無理やりつけさせたんだけど。つけられました。え、すごい可愛いと思うんだけど。あ、芋買ってるよ、リボン。あ、ね、漬物だって。食べたい。え、漬物後で行こう。キュウリ。長いの気になるけどね、結構。うん、これじゃない？これじゃない？え、猫まんまだ。え、人やばいぞ、それ。どれが列かもはやから。ということで、じゃあ。かつお節中市本店。ってところに来ました。いいね、今日漏れてるよ。いい感じ。眉毛超綺麗。いい感じ、うん、超いい。え、まつげ自末？自末、えぐ、下も上も自末、えぐ、マジ伸びてるわ、やばいよね、うん、え、ちょっと上見て、え、すごっ、え、もうエクにしか見えない、横見て、もうすげえ、すごいよね、うん、じゃじゃーん、あ、猫まんま焼きおにぎり買いました。意外と並んだね、40分ぐらい、40分ぐらい並びました、ね、平日の昼間、まあ昼間だったからか、平日よ、 おかずっていうか、ちゃんとご飯も食べたいってなってたのかな。だったらご飯行くんじゃない。あ、そっか、なんでだろう、でもご飯じゃん、一応おむすび、まあ、そうね、で、カツオとイワシだっけ。カツオとイワシを買いました。はい、どうぞ食べてみてください。カツオとイワシ、食べ方難しいね。最近いただきます。うわー、うまい、
思う。おお、大丈夫、ウェットティッシュはいっぱいある。米たどり着いた、うん、美味しい。いや、いけたいけた、ちょっとだけ。あ、すごい、美味しい、美味しい、よかった。イワシ、イワシ、まずイワシ食べたんだね、うん、じゃあどうぞ。はい、じゃあイワシいただきます。どうぞ。マジでやばい感じそれ。はい、ではいただきます。あ、熱っ、うん、ねえ、めっちゃ待ってる。画角、レカの画角、オンに悪すぎ。うん、うん、美味しい、うん、絶対綺麗に食べれない。絶対食べれない。これあれだね、カップルで来るんだったら、あの、心許した彼氏じゃないとあれね、うん、恥ずかしい系の彼女とか、うんうん、ちょっと無理だよっていう人は、うんうんうん、いや本当に、見ないでみたいになっちゃうから、ちょっとなんか一緒に食事できないかもね、うん、めっちゃ美味しい、ね。ふりかけみたいなやつめっちゃ美味しくない、うん、味がすごい。かつお節、だし、だし、だしの味みたいなのにしたこっち行こう。そしたらかつおの方、かつおの方どうぞ行っちゃってください。かつおさん、うん、うん、美味しい、うん、うん、猫ママ、え、猫ママの味を知れるんだ。じゃあ自分は今日初、うん、本当だ、うん、猫ママ美味しい。猫マムちょっと、うん、焦げてる味がする。ああ、焼いてるからね。うん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 、こういう味。いいね。食べ、うん、うん、うん、全然違うね、味。うまっ。猫マムです、うん、これがなんかほんと醤油とカツオの味、うんうん、おいしい。だし醤油みたいな味だよね、うんうんうん。じゃあ引き続きちょっと食べていきたいと思います。じゃあ食べていきたいと思います。はい、はい、ということで完食しました。しました。そしてね、お次もうポテトじゃないわ、さつまいもチップス。うん、え、なに、まんじゅうだ。おいしそう、まんじゅうさん。あ、これ焼き芋。でも左曲がったとこじゃなかった？そうだった。え、でも美味しそう。うん、普通に焼き芋だ。大学芋とかのもあるよ。すげえ、うわ、川越の下だってこんなんなってるの、うん、めっちゃシャレてんない？うわ、おしゃれ、おしゃれ。あ、デドさん見つけました。寒くなってきた。ね、一気になんか太陽落ちたら、日本全然並んでない。素敵。もうすぐっぽいよね、でもさっきと比べて、うん、そうね、さっきと比べてね、うん、あ、絶対に水買おう。あ、そうだ、もう水バタ忘れてた。あ、じゃあ自分行ってくるわ、水。あ、逆に、あ、オッケー、行ってきて。川越の美味しさが詰まった美味しい天然水、はい、です。え、じゃあどうする？え、これでよくない？あ、なんかクリームとか。あ、ソースは？え、何がいい？塩バターじゃない、やっぱり。どうぞ。はい、購入しました。あっち行こ、あっち行こうか。おさつま、すごい、うん、どう、うん、すごい、美味しい。すごい、さつまいも、なんか思った以上にめっちゃペラペラじゃない、うん、美味しそう。じゃあ、私インソースでいきたいと思います。インソースだよ、はい、塩バターソース。あ、でもこれちょっと出すの、うわー、危ない疑惑、うん、やってみて。やってみますね。全部やらせる。コンビニに売ってる野菜チップスみたいな感じ、味的には。はい、どうですか？うまくいったんじゃないですか？適当すぎ。絶対これソースあったら美味しい。手に触れてないみたいな。わー、すごい、うん、めっちゃいいね。筋肉痛になれそうだし。なるなる、うん、うん、うん、絶対つけた方が美味しい、うん、めっちゃ美味しくない？うんうんうん、絶対ついてる、ボールチップスじゃない？うん、うん、いいね、楽しいね、これ。確かに美味しいし、うん、
でも食べた気にならないね、うん、もう4つぐらい欲しいね、うん、はい、では続いてまたお送りしたいと思います。はい、はい、ということでまたね食べ終わって続いて、はい、どちらに行きますか。どこ行こうね、うん、濃いソフトだと入れたね。濃い必要なんじゃない。濃い必要すぎて多分これ食べたら多分もうモテまくっちゃう。え、どこ行こう。でもなんかさお腹いっぱいになってない。うん、なってきた。歩いてるから。なんで、あのおにぎりがやっぱちょっと意外と大きかった説ある。うん、食べて歩いて食べてとかだからさ、うん、時間経ってなんかコース料理的な。ああ、分かる分かる。あんま量食べてないくせにお腹いっぱいな感覚みたいな。ほうほうほう。団子いく。あ、ありこれ、うん、あ、順調な味ないじゃん。うん、え、半分こしよう。あ、いいよ。ゲットだぜ。団子だぜ。え、さっきめっちゃ並んでたよね、うん、20人ぐらい。確かに夕方って人いなくなるのかな。もう時間があれなんかな。レイカ絶対タコ船食べるから。オッケー、絶対食べる。うん、レイカそのために来たと言って。オッケーオッケーオッケー。味噌団子すごい、思ったより大きくない。近くに来たらでっかかった。レタピの顔ぐらいあるよ。食べます。はい、どうぞ。あっく熱い、うん、え、熱そうに見えなかった。こんにゃく伝言なの味。え、こんにゃく伝言伝言な。何それ。こんにゃく殿下な、うん、何それ。今日さ、あれだよね、地方ギャップえぐいね、うん、うちら。やばい、今日話全然通じないね、うん、昨日国ギャップあって、うん、今日地方ギャップやばい。どういうことよね。どういうことよね。え、こんにゃく殿下な知らない。え、こんにゃくの味噌味のこんにゃく知らない。あー、分かるけど、こんにゃく殿下って言うの。こんにゃく殿下な。殿下な、こんにゃくに田んぼの田に。水こんにゃくとかじゃないの。こんにゃく伝がな。え、こんにゃく、こんにゃく。え、さっきの猫ママみたいに調べたら関東と関西で違うかも。味噌こんにゃく、こんにゃく伝がな。こんにゃく伝がなって言うんだ。美味しい、うん、じゃあ食べます。こんにゃく伝がな、完全に味が。いただきます。なんかやばい。ジャラスなんだみたい。違う、こんにゃく伝がな。こんにゃく伝がなって、うん、うん、味噌めっちゃ美味しいね。だからこんにゃく伝がな。ダメなの。待って、調べよ。待って、伝がなってやっても出てこない。違うのかな。ほら。はい、そのウィンクハマってんの。来ました、タコ船第、はい、タコマヨ船。すごい大きい。なんなん、ちょっと一回開けてみよう、うん、ちょっとカメラの電池が途中で切れてしまったもんで唐突ながらに始まったんですが、マジぺったんこ。すごい、たこ焼きの生地が中に入ってる。うん、いただきます。どうぞ。たどり着かない。頑張れ。意外と奥まであるんだね。うん、大きいもんね、全体が。すごいね、なんか思ってたタコ船じゃなかったわ、自分が大阪で思ってたやつとは違った。すいません。こうやって持ってるとどんどん具が下に行って、あー、なんか上にない。下めっちゃ詰まってる、具が。なるほどね。食べてます。じゃあまなまなかじろうか。うん、次だ。あ、いける。行く。うん、いいよ、行って。なんかせんべいとチヂミみたいな。チヂミっていう表現なんだ、うん、タコじゃない、もうタコっていうかタコ焼きじゃないんだ、うん、タコ焼きではないかも。チヂミ、うん、おいしい。うん、いきます。タコではなくない。あ、お好み焼きの方に近いかも。あー、うん、確かに、うん、タコではない。タコではないというかチヂミ。うん、うん、お好み焼きっぽい。うん、うまい。でも
ソースが美味しいね。甘い。うん。お好み、それこそお好み焼きみたいな。おさふくソースじゃない、なんか甘いソースみたいな。オイスターソース？何なんだろうね。絶対違う。でもなんかほんまに甘いよね。うん、寒いね。ね、ちょっともう車に向かいながらじゃあ行きますか。うん。歩きましょう。はい。はい。ということでね。はい、もうあっという間にね、日ももうテリテリだったのがどっかに行ってしまい、あっという間に一日ですね。これと、芋と、おにぎり。おにぎりじゃなかったんだね。ね、そうだね。で、あんな駄菓子行きたいって言ってたけど、もうちょっと目もくれないもんね、今。もうお腹いっぱいすぎて。いやね、あれってね、買うときだけなんだよね。そう、買ったらさ、後悔するの。あの食べすぎて、そう、食べすぎて肌荒れる。あと買ったその帰りの車の中で、駄菓子食べて、余って家持って帰って食べない。ああ、わかる。ね、じゃあ賢明ですね、買わないっていう策が。はい、こんな感じでレータピとの川越 Vlog 、まあ、食べ歩きでした。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしてます。それではバイバイ。